アスルクラロ沼園です。私今スタッフとして働いてるんです。何から何まで見せます。ちゃんとかで今スタッフとして今回もお世話になります。スタッフとして、いやー社長ありがとうございます。どうもどうも何して社長のおかげおめでとう完成でプーマがちょっと出てたもんシャツから。まさに皆さんが作った、皆さんで作った試合会場です。みんな笑顔なんで。ましたよ。どうも皆さん、ウスポMC のですね、今夜でございます。なぜ私が三島駅に来ているかと言いますと、実はですね、このチームアスルクラロ沼園のですね、私今スタッフとして働いてるんです。ですので今日は試合に呼ばれてますけど一切出ません。スタッフとしてこの5月の29日、5月の30日がまさにホームゲームの試合なんですが、この2日間をスタッフとして私がどんな風に働いてるか、いいですか。一応テレビにも出させてもらってる一芸能人です。その人間がアスルクラロ沼津という J3 のサッカーチームでどういうスタッフとしての動きをしてるか皆さんに全部見てもらおうと思います。何から何まで見せます。皆さんこうご期待。よし行こう。この、まあ、YouTube というか、はい、スポーツチャンネルの撮影がありますので、はい、でおかげさまで、ね、多くの人に支援してもらってるんで、まあ、それこそ共越ってテーマの、ね、うん、スローガンの元を今年はやってるし、まあ、僕も共越テーマスローガンからもうずっと続けばいいなって正直思ってるんですよ、うん、いい言葉ですよね。バトンを超えるって今の時代ぴったりじゃん、うん、でいろんな企業にただお金出してもらう、うん、支援してもらうだけじゃなくて僕らも一緒に何かできると思ってどんどん探してるんです。そうですね、うん、いや、これも新しい商品の展開の仕方、まあ、これ、この辺全部 P になるから、全然好きだと言っちゃうけど、おそらく1万とか言ってますんですよ、もしかしたら。で、さんとかで、今、頑張るって言ってますよ。でも、とてつもない場合。もともと、もともと全部 P になるから、コラボレーションまで、でも世界に1個しかない。これ多分チャンスだ。そうですね、うん、どうしたらこうやってます。おー、強いよ、言ってください。よろしくお願いします。ウルスポすげえだなぁこんなスポーツ番組ねえぞ、マジでビジネスの話してんだから J3 とね、見逃せませんよ、この後も皆さん次どこ行くと思いますか、本当にお楽しみに。さあ、29日前日にですね、この静岡県明日が多目的競技場ね、ここがまさにホームゲーム、ホームになりますよ我々の。ただ何もないでしょまだ。これを我々が少しずつ作っていくんです。腕が鳴りますよ、腕が。ではあ、こうするってこと。あ、いいですか。そこに行ってくるよ。これをどんどん上げて、そうです、どんどん上げていきます。よし、やりましょう。まだまだ続くね。はい、せーの、よいしょ。はい、こうやってボランティアの方も入っていただいてこうやってやってるんですよ。もう本当に完全ボランティアですからね。あそこのシャッター壊れたんですよ。切ってるの入り口を。なんか作業が今止まっちゃうんだよ。こういうことがあんのよ。こういうことか。これをね、みんなで乗り越えていくと、まさに共に越えていく共越なわけですよ。これも入れといてよ、持ってる。ドドン、共越ってものすごい、あの息のいい字で今基本はほとんどボランティアさんは、僕が去年8月から入社してから皆さんほぼ同じメンバーでやってくれてるんで、うん、もう試合見なくていいのとか俺いつも思っちゃうんですけど結構外に出て回ったりとかしてる時間とかも結構多いので、本当は試合見たいんじゃないのかなとか思ってもう一度ありがたくて。お二人なんかきっかけありました？手伝おうと思ったというか、ボランティアとか行こうと思った。もうやることなかった
まあ、サッカー好きです、はいはいはい、ちなみに僕はあのちょっと前仕事辞めてて、はいはい、でその働いてない期間になったんですけど、そこでアスレの試合には見に来てたんで、自分もなんか時間もあるしやってみようかな。へえ、もう嬉しいっすね。嬉しい、自分のねある時間を使うっていうふうに思った。そうです、だからね、面白いよ。ボランティアに携わっている人たちはアスルがそんなに調子悪くなってもしっかりしてくれよとかじゃないんだよね、もうね。そういうサポーターの人たちじゃないんですよ。ほらほらみたいな、あれはあれでいいんです、熱狂だから。そういうところじゃないところで応援したいなっていうサポーターの皆さんですね。もちろん勝ってほしい思いもあるからこうやって来てるわけです。おはようございます。おはようございます。おはようございます。最初やっぱ気づいてなかったよね。そりゃそうだよね、当たらなくって思ってねえじゃん普通。そうですよ ね、スポーツってやるだけじゃないからね、見るだけじゃないからね。スポーツビジネスもね、スポーツだから。で、壊れたシャッターを開けるのもスポーツだから。来てくれるんですよ、すごくないですか。すいません、おはようございます。こんにちは。ありがとうございます。この2日間ちょっとスタッフとして今回もお世話になります。スタッフとして。ありがとうございます。いえ、すいません、本当に。やらどうしましょうか。いやいや、やめてください。もうそういうつもりで来てないんで。はい。めっちゃくっていう形で。あの、よろしくお願いします。すいません、もう。僕のまあ目線を通しながらちょっとアスルさんと。すいません、ご来店ありがとうございます。いや、こちらこそ本当にありがとうございました、本当に。大好評。いやいやいや、もう、いやもう皆さんのおかげで僕は。どんちゃんも来てくれたもんですけど。いやー、社長ありがとうございます。どうもどうも。いやもうその通り、こんな風に振っていただけるなんてありがとうございます。松岡修造も良かったです、最初に。本当に何言ってる、社長のおかげおめでとう。すいません、やっぱ一番ですよ。いやいや、そう言っていただけて素晴らしい。これはもう本当に皆さんのおかげでもう舞台楽しい。これからも明日もよろしくお願いします。明日も全力で行かせていただきます。すいません、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょうど今夕焼けのいい感じの風景が見れると、車で帰る時もこう全部の景色が見えた状態で帰れる。また地味なこの作業が続くわけです。こうやってどこだったっけな、 あったこれだ。いや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 、宝探しか。本当に水置いときます。ちょっと向こうの端からやっつけていきますか。じゃあよいしょ、二刀流よ。はい、これでちょっとずつ。明日は骨さんが食いたいシースカーロースもいるんですね。そうですね、もしかしたらこっち側は全然反らない可能性ありますけどね。スタジアムの席が空いてくれてると、まあ、クラブの方が。そうだよね、確かにね、こんな場面なんてなかなかね、見れないですもんね。海さんもあれよ、本当にもう切りのいいところで切っとかないと、本当に明日の撮影分なくなるよ、データ雑巾掛けの尺が20分ぐらいあるやめてよ、雑巾掛けだけの回とかさ雑巾掛けてみた。だから僕はサポーターの皆さんにまさに伝えたのは、なんか選手のために勝たせてあげてほしいんだけど、でも試合を作ろうとしてくれてる人たちのために、選手を応援してあげてほしいと前回ステージに出た時にはちょっと伝えましたね。その言葉が、ね、自然と出てくるようになりまして、もうこの人たち、スタッフさんの笑顔を見たいんで。好きな選手はどれぞれいたりするんですか。自分は11番の染谷和樹です、はい、去年のあのゴールダイジェストの時からしたんで、はい、1点目ぐらいにものすごいトラップのね。ああ、はい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 。あれは、うん、パサーと受け手が呼吸が合ってたからできるんで。結構ベテランなんですよね。そうです、ベテランですね。一生懸命走る姿がかっこいいですよね。ああ、いいですよ。僕はあの今年はあの5番の後藤浩介選手を応援してます。どういうプレーに、まあ、あの熱いディフェンスの守りの本当に熱く守っているところがすごい好きですね。
小庭さんは取られてもないのに椅子拭いてるから取ってあげてね。いやもう清水お前飽きてんじゃねえよ。マジでふざけんなよ。ほぼ顔は映ってるけど、雑巾が映ってるけど大丈夫ですか。雑巾がコメントしてる感じになっちゃう。誰が雑巾だよ。いや、おかしいじゃん、おかしいじゃん、被写体が。ウルトラスポーツの MC って雑巾じゃないよね。違うよね、本当に。この1列で50分の1ぐらいですよ。すごいよ、本当に大変ですよ。すごいよね。2%。2%。なんかパーセンテージで聞いて今絶望しか感じなかったわ。よし。あ、こっちはまだ吹いてなさそうだね。じゃあ次は。雑巾吹いてきました。そんなに雑巾掛けの尺いらないから僕ら吹きます。さあということでですね、まあこれから今ちょっと休憩入るんですけど、やっぱりねすごいのが休憩の時にですね、飲み物とかお茶とかちょっと食べ物とかもちょっと用意して、まあ、スタッフの皆さんに感謝の気持ちをね、それからね、まずとしてもこう用意してるという。いやいやいや、これでしょう。なんかね、たまんないのよ、この手伝いをしてるね間にこうやって夜が更けてって、でちょっとこうライトがついたこの感じのスタジオ、こんな光景はなかなかないでしょ。そのなんていうのかな、自分のもんになるっていうか、ピッチがねなかなか近寄りがたい、ね、やっぱ聖地だもん、うん、なんか簡単に入っていいのかななんて思っちゃうぐらい。まだまだありますからね、ここから。乾杯。うん、お願いします。お願いします。あります。見てください、こうやって紙を皆さんね、もう一人ずつ警告状って皆さんやってるんですよ、本当に。あの枚数よ。ああ、今まだ作り途中ですけど、明治安田生命さんですね、あれがね。こういう目安というか、置く場所がどこに何を置くかっていうのが結構決まってるんで。ありがとうございます。失礼します。はい、頑張りました。うん、もうちょい前。を立てさせていただくと。皆さん途中から口数がこれはいや大変だと思っても、職業スタッフです。芸人ではないです、タレントではないです。職業アスルクラウドのまずスタッフです。もう芸人さんがあって芸人さん、生命さんね。いやーすごいでしょ。すごいでしょ、本当に。これだけの皆さんの力で我々は、そして我々が出している間にこうやって人工芝が、これが僕はもうちょっと聖地だから入りませんけど、コーナーキック蹴るときにこっちを開けるこうね、やるときにこれがちゃんと蹴りやすいかとかね。いい芝生です、いい芝生です。これはホームの人たちのまさに選手を少しでも勝たすために、自分たちのホームだからこそできる作戦、それだけ実は選手のために勝ってほしいから、ボランティアの人たちもそうだし、スタッフの皆さんもそうだし、でこういう情報が伝わった時におそらくサポーターの皆さんがこの人工芝をとか言いながら応援してくれたら、僕らとしてはそれがエンターテインメントだから、スポーツとしては面白いなと思ってるんで。生まれてる。やだ、ストップストップ。チームワークよ。もうね、本当にこのスタッフさんのね、この前日準備のチームワークが重要だから。ケージじゃない。ケージじゃないです。ビビビビとか踏まれないかかんないですか。硬さもあって、もうちょっと掘ります。取られてる、忘れてません。あ、忘れてる全然。何回か小庭さんどこにいるか分かんなくなっ
いや、それは探してくれよ。それは分かりやすく探してくれよ。あいつ、スタッフの方が向いてるから違う MC 立てようとか言われそうで怖えよ。こうやってサッカーをのボールをね持った状態で、でみんなからもう歓声を浴びながら背中 でここにダゾーンさんとかいたりしてさ、いやもういけないもういけない、もうここから先はいけない、完全にもう歓声浴びてたもん背中に。本当にもうだって今ここに描かれてるプーマが出そうだった歓声で。プーマがちょっと出てたもんシャツから。それぐらいやっぱすごいものなのよ、人の熱気とかね。終わり終わり、はい、じゃあ戻りましょう。あ、これよかったよ。どれだけ時間かかるかちょっと不安だったんですよ。これもうみんなでベテランですよ。タカさん、タカさんもうお疲れ様でした。お疲れ様でした。閉めます、閉めます。ありがとうございました。8時半前、3時間ほど経ちましたね。まさに皆さんが作った、皆さんで作った試合会場です。なので本当ね、ひとしおなんですよ。めちゃくちゃ思いがあるんですよ。でもこれが大事な気がする、これがスポーツな気がする。やっぱり応援してる人たちってやっぱりその自分が持ってる思いとかストーリーをそこにどんどん乗っけていくから、で何よりも僕これを参加させてもらってめちゃくちゃいいなと思ってるのは、みんな笑顔なんだよ。みんな笑顔なの、笑ってるとかさ。だってこれ重たいものも持つしなんだけど、みんな笑顔なのね。で楽しくやってるわけよ。そのなんか自然と助け合うしね。だからそういうなんかこう何者にも変えられない体験をぜひ皆さんしてほしいなと思いますんで、募集をね、するときにはもう概要欄も僕らの方でつけますから、ぜひそちらに連絡してほしいと思ってます。で、いよいよ明日ここで試合が行われます。美しいね、でもいい会場だ、本当に。竹にね、言ってたから中山帰ってきました。嬉しい、でも働いたね。うまいもんです。うめえ、うめえ。あっという間でしょ、あっという間。